はいどうもテケテケです。はい、今回は視聴者の方というよりは運営さん向けの動画になるんですが、はい、まずはこの揚遊機のスキル1の、はい、攻撃をしていく中で、まあ、途中で天然ボケや鬼神の道なんかで落ちてしまった場合に、はい、復活して残影状態になることでスキル1の再発動条件を満たしてもう一周範囲攻撃ができるんですが、はい、その際にしっかり、はい、こんな感じで蓄力が付与された状態でスキル1の追加発動ができるように修正されていました。はい、運営さんまずはこちら修正いただきありがとうございます。はい、とって次のバグいきますか。はい、最新の天下獣王戦での出来事なんですが、はい、私も実際確認してたんですが、多くのサバで城の工場数と守城数の数の推移見てもらいたいんですが、征伐時間の残り時間は減ってるんですが、全く攻めも守りも数が減っておらず、はい、中身見ても特に動きがないということで、はい、まあ、いくつかの城でこんな感じで全く攻めが進まないというようなバグが発生してました。はい、城の場所としてはこういう赤屋根の城だったり、はい、ここら辺の城なんかも下の城陽は工場進んでるんですが、上の繁盛や路陽に関しては時間が止まったままということで、前線がものすごいまったりした状態になってしまってます。はい、下の調査なんかも動いてませんね。はい、うちの同盟も捨てるはずだった止水艦が謎の壁により守られており、逆に攻めるはずだった巨鹿の方は全く攻めが進まずということで、はい、かなりお互いに納得のいかない試合になってしまいました。で、一方でこんな感じでクロー艦なんかは打ち込めば戦いが進んで、まあ、敵の守備の数が減っていったりと、はい、いう感じで、まあ、攻められるとこ攻められないところが点在しているような形となってます。はい、こんな感じで外周部の城なんかで、まあ、戦いが動いている場所なんかもあったり、で、周城なんかで戦いが止まってしまっているところなんかもあれば、別の周城では戦いが進んでいたり、はい、なかなかカオスな状況でした。はい、で、動きがない城に関してもこんな感じで打ち込んでいって副将を配置させていけば、はい、しっかり今6名だったのが7名に増えてという感じで、まあ、守備の数は増やすことができるんですが、まあ、攻めで減っていかないというような状態になってました。はい、とつて、まあ、結果として本来取れるはずだった城が取れなかったり、まあ、自分の強キャラなんかを攻めに打ったら帰ってこなくなってしまったりと、まあ、だいぶ本来の実力を各同盟発揮できなかったのかなというような状況で、まあ、これはロビなんかにもたくさん声は上がっているので、まあ、運営さんの方にもクレーム等々たくさん言ってると思いますが、まあ、今回のこの動画の役割としては、運営さんにこの動画を見てもらって、今回の戦いがどういうものだったかっていうのを、まあ、映像で見てもらえれば、まあ、バグの修正だったり今後どうしていけばいいのか等々を含め対応がしやすいのかなということで、バグ情報の提供動画ということで、はい、公開しておきます。はい、それともう一つ重要なことは、明日も天下獣王はあるので、なるべく早くこのバグについての現状報告といつまでにどうするかってアナウンスをロビカーゲーム内のメールなんかでお伝えいただければと思います。はい、とつで現場からは以上です。それでは。